はい、今度は裏磐梯へ来てみました。裏磐梯には五色沼という沼がありまして、そこを皆さん歩いて散策するんですけど、結構な距離があるので僕は疲れてしまうので、一番最後の沼のところにある駐車場まで来て、こっから最後の沼だけちょっと見てみようかなと思います。はい、それでは今日は奥さんと2人で、子供はうちの弟のところに預けちゃったので奥さんと2人で来ています。近くまで行ったの？ほら、ここはもうね、最短コースですね。沼、これどっちから、みんなこっちから来るね。まあどっちからでも、沼の散策だけどいい？はい、沼、五色沼です。あんまり沼が見えないね。桧原湖は湖、五色沼は沼、何が違うの？大きさが違うんじゃない？なんかいろんな色に変化するなんて言われてるけど、お、ちょっといいですね。アメンボだな。喋り流れていい。まあ使うかどうかな。、はい、沼って感じ。風があるからあれだね。カメラマン頑張ってます今日。てかさ、なんかこの沼を見て楽しいのと思うけど。そんなこと言ったら。運動あんの熊なのかな。これだけ人じゃ、来ないよね。熊、つぶつち。うわ。車が見えた。これと話し。だって。いやいや、この格好して、ね、熊よけの鈴やってる人もいる。熊よけの鈴、すごい師団。とりあえず何でも写真撮ってる。人いない。お、いいね。いいね。いいほどか。あ、人いた。人いた。かっこいい。
ずっと。だから。よく森の中感がいいよね。うん。パワースタンプとか。すごい。これ完全に逆を歩いてる感じがすごいんだけど。道他にあったのかな。まあいいっしょ、うん、自由だ、うん、帰ってきてるわけじゃないのこれ。ぐるぐると回ってんの。回るの、うん、あーすいませんもう何分取れるの？ん？何分取れるの？あ、こっちも帰ってきた。その力入れて持ってたら疲れてた。あ、書いてないな。多分最初の時点から2時間ぐらい取れたから全然。ずっと取ってんの？これ取った方がいい？あ、いいよ。欲しいよ。うん、あ、ほら写真。すごいね。綺麗だね。うん。朝焼け？朝焼けっぽいね。夕映え。すごい。あ、いいね。幻の滝だって。幻なんだ。わあすごい。この小倉さんっていうのは写真家なのかな。うん、ほら車高。いいね。うん、わ、写真がいっぱいあるよ。お猿さんだ。おー、あ、写真集だ。2530。只見川だって。あ、ここにポストカード。ほら、こんなの見て。これやったらパパでも。なんか違うんだろうね。一瞬じゃあという。